アメリカ陸軍総軍はアメリカ陸軍の主要司令部の一つ。部隊規模は総軍で陸軍最大の部隊規模を誇り、常備軍、周兵、陸軍予備役を合わせて約80万名の将兵が所属している。アメリカ陸軍総軍はアメリカ陸軍の緊急速を戦略予備部隊と陸軍予備軍、周兵部隊の管理を任務とするフォースプロバイダーであり、 一個野戦軍と三個軍団を機関として編成されている。第一軍は陸軍予備役の招集及び訓練を担当する。東部艦区隊と西部艦区隊に編成されており、陸軍予備役によって編成される旅団戦闘団を東部隊が9個、西部隊が7個有している。第一軍団は現在ではアジア太平洋地域を担当する軍団である。その目的には、 アメリカインド太平洋軍のミッションへの支援をも含まれる。第7不評師団が2012年には指揮下に編成された。第3軍団は気候軍団であり、陸軍の戦略予備部隊の主力を成す。2個気候師団と2個機械化不評師団、1個、装甲機兵連隊及び軍団砲兵によって構成されており、アメリカ陸軍の最有力の打撃兵力である。 第18空挺軍団は緊急展開部隊であり、空挺作戦が可能な警負表部隊を主力としているが、飛行部隊も編成に含んでいる。警負表師団、空中強襲師団、空挺師団、機械化負表師団が、それぞれ1個ずつの、計4個師団によって編成されており、危機に対するアメリカ陸軍の初動兵力として投入される。また、これらの陸軍常備軍及び、 陸軍予備軍部隊のほか、有事には陸軍周兵の部隊も陸軍総軍の指揮下に入ることとなっている。陸軍総軍に編入されることになっている、周兵部隊は8個、師団、15個旅団及びその他の支援部隊であり、その兵力は35万千名である。これらの部隊を編入した場合、陸軍総軍は陸軍の戦闘部隊の3分の2を掌握することとなる。 ただし平時においては、陸軍州兵の指揮権は各州の州知事によって掌握されている。ありがとうございます。